の国立図書館である。スウェーデンを使った国内のあらゆる出版物や音響映像作品、さらには海外で出版されたスウェーデンに関係するコンテンツを収集、保管している。学術図書館でもあるため、他国語の著作も多数収集している。コレクションは2000万点を超える。書籍の他にポスター、写真、写本、新聞などがある。 音響映像コレクションとしては700万時間以上の録画録音媒体がある。人文科学の学術図書館でもあり、考古学、歴史、文学研究、美術史など様々な分野の海外の文献のコレクションがある。外国語で書かれたスウェーデンに関する文献や、スウェーデン人が海外で制作に関わった作品などを購入しており、そのカテゴリーをスィコナと呼ぶ。 1990年代中頃からフロッピーディスクや CDR といった電子媒体の収集も始めており、電子書籍、電子ジャーナル、ウェブサイト、その他の電子文書を収集している。1953年、サンクトペテルブルクとモスクワからロシア語の文献を大量に購入。それらの書籍がストックホルムにスラブ語図書館を作る基盤となった。 1964年には、モスクワのレーニン図書館との合意によって、この関係が強化され、両国の出版物を交換することになった。スウェーデンの法廷納本法により、スウェーデンの出版社は、個々の出版物について、国立図書館と他の6つの学術図書館に一部ずつ、納本する義務がある。音楽、映画、テレビ、ラジオについても、コピーを国立図書館に送らなければならない。 場合によっては、放送素材のサンプルだけを提出すればよい。スウェーデン語の出版物を収集する義務は1661年、スウェーデン数密院王法館長からの布告によって定められた。この法廷の本は、スウェーデン国内のあらゆる出版社が出版、そのうち一部は、スウェーデン国立公文書館に行き、もう一部は、国立図書館に送られた。これは、 出版物を後世に残したいということではなく、内容を検閲するために行われた。国立図書館は、高等教育と研究に情報を供給する責任があり、それには、学術図書館や大学図書館が、各種データベースへのアクセスを増大させるための中心的なライセンス契約を締結することも含まれる。国立図書館は、スウェーデン国内の図書館、 データベースシステムリブリスを開発、保守している。リブリスはインターネット経由で自由にアクセスでき、スウェーデンの300の図書館の蔵書500万点以上を検索できる。スウェーデン国内の ISBN の管理は国立図書館内の部門が行っており、スウェーデン語のプレフィックス91が付く ISBN の割り当てを行っている。誰でも利用できるが、 コレクションの閲覧を行うには18歳以上でなければならない。コレクションは館外に貸し出すことはできず、閲覧室で閲覧しなければならない。ストックホルム中心部のフムレゴーデンという公園内に図書館の建物がある。京スウェーデン国立図書館として知られるものの起源は16世紀のグスタフ一世の時代に遡る。グスタフ一世は歴史、科学、 技術など様々な分野の書籍や地図を収集していた。そのコレクションは宮殿に置かれ、その後のエリク14世、ヨハン3世、カール9世が受け継いで拡充していった。書籍は海外で購入したものもあるが、宗教改革で弱体化したスウェーデン国内の修道院から没収したものも多い。グスタフ二世やドルフは1620年に王室の蔵書の一部を手放し、それが、 ウプサラ大学図書館の基盤となった。30年戦争の際の戦利品でコレクションがさらに充実していった。例えば、1631年のビュルツブルグの主教図書館からの略奪品、1642年のオロモーツ図書館からの略奪品、1949年のプラハの王立図書館からの略奪品などがある。 その中には有名なギガス社本もある。女王クリスティーナは王位を去って、ローマに住する際にコレクションの大部分を持ち去った。しかし、王室の蔵書はカール十世の時代にも戦利品などで拡充されていった。1661年の大法官庁の命により、スウェーデンの全出版社はすべての出版物を二部ずつ提供することになった。一つは、 国立公文書館に収められ、もう一つは国立図書館に収められる。これは研究や保管のためというよりも検閲を目的としたものだった。1697年には宮殿の火災で17,286冊の書籍と1,103点の写本が失われた。残ったのは6,700冊の書籍と283点の写本だけだった。 その後それらの本は、ストックホルムの貴族の邸宅などで保管され、1768年には、新たな王宮の北東翼に収められた。古典公文書館が1780年に解体され、その蔵書の大部分が、国立図書館に移された。1792年、グスタフ三世は14,500点の作品を、個人の蔵書から寄贈し、4年後にはグスタフ四世。 アドルフが7500点の作品を寄贈した。結果として、1814年までに国立図書館の蔵書数は4万点に達した。19世紀には、いくつかの大規模なコレクションが寄贈、または購入され、国立図書館はさらに拡充していった。宮殿内のスペースは限られていたため、新たな場所が必要となってきた。1877年、フムレゴーデンに、 国立図書館専用の建物が建設された。1887年には伝統が設置されたが、完全に電化されたのは1964年のことである。当初、王室の蔵書は宮殿にあったが、1697年に消失した。国立図書館が、レゴーデ殿内の現在の建物に移転したのは、 1877年12月から1878年1月にかけてのことである。グスタフ・ダールが設計した建物で、当時としては最新の中鉄技術を採用している。両翼の建物は1926年から1927年に増築された。大幅な増改築を経て、1997年春に再オープンしている。 地下に二つの大きな書庫が増築され、コレクションの大部分はそちらに移された。新たに追加された別館には、行動、展示室、マイクロフィルム閲覧室がある。マイクロフィルム閲覧室では、スウェーデンのすべての日刊誌、海外の様々な新聞を、マイクロフィルムの形で閲覧可能である。スウェーデン国立図書館はスウェーデン教育科学省の監督下にある政府機関である。 2003年からガンナー・ソリンが館長を務めている。2009年1月1日、スウェーデン国立音楽動画アーカイブが国立図書館に合併された。1997年3月24日以降、スウェーデン国立図書館ではカルチロワンプロジェクトの一環としてワールドワイドウェブのスウェーデンの部分を保管していた。著作権問題があるため、その内容は 一般公開されていなかったが、国立図書館を訪れれば読み出し専用のコンピュータを使ってそのアーカイブを閲覧できた。ただしこのプロジェクトは2010年初めに終了となった。また、新聞社や出版社が発行する電子書籍や電子的な定期刊行物を自動的に収集することも行っている。同時に紙などの物理媒体をデジタイズするプロジェクトも行っている。 ありがとうございます。